スタバレキューベースはい、えー、この番組はキューベース初心者の私が皆さんに使い方を教えてもらいながら成長していく番組になっております、はい、で今回はですね、えー、歌ってみた動画用に、えー、カラオケに歌を重ねていくってことをあのやりたいと思うんですけども今までは、えー、と歌を何回も録音して うまかった部分をつなぎ合わせて1つのトラックを作っていくっていうやり方をしてたんですけども今回はバリオーディオっていう機能を使って歌のピッチを修正したりとかリズムを修正したりとかして歌そのものを加工してトラックを作っていくっていうやり方をしたいと思います。それではではすね まずはここに曲のタイトルを入れて、えー、今回はですね、えー、と星野源さんの、えーと「恋」っていう曲をあの歌っていきたいと思いますねはい、えー、それでは空白のプロジェクトを作成して、えー、まずはですね、えー、カラオケのねトラックを作るんですけども往、え、生、ー、トラックをね、えー、作ってやってでここにですね えと普通にこの Windows のエクスプローラーからこのカラオケのファイルをここにドラッグアンドドロップしてやればはいこれでねもうあのカラオケがね貼、えー、り付いてるんですよねで今回はあのカラオケを作る YouTuber さんっていうのがあのいらっしゃるんですね、はい、でその自分たちの作った伴奏をあの歌ってみた動画で、はい、あの 自由に使っていいですよというふうにあの言ってる、ね、YouTuber さんがいらっしゃるんですよ。はい、でそちらの,あのチャンネルさんから、えっと、音声をお借りして、えー、使うことにします。えー、そしたら、えー、まず最初に何をやるかというとこの、えっと、カラオケの店舗と キューベスのテンポを同期させてやるっていうことをやるんですけどえっとこれがですね一手間かかるものなんですよねはいでえっとまずはですねまあちょっと,あと見やすいように大きく広げますねはいでこれでまあこのこれ掴んでやってえ例えばねこの5小節頭にこういうふうに合わせてやりますよねはいで再生してみますね で、えっ、ー、と、キューベスのテンポが遅いじゃないですか、はい。で、これテンポ変えますよね。早くしてやると。はい、で、そうすると、えー、さっきね、5小節の頭から始まってましたよね。それで、これがずれちゃってますよね。で、これがなんでこの現象が起きるかっていうと、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、無音の部分の一番最初のここ。ここを起点にして、ファイルが貼り付いてるので、えっ、ー、と、テンポをね、変えるとね、えっ、ー、と、 位置がずれてしまうという現象が起きるんですよね。はい、なので、えー、まずこの空白の部分をあのなくしてやる必要があるんですよね。でやり方なんですけど、えー、とこの、えー、イベントの,この左下の部分に正方形があるんですけど、ここに、ね、持っていくと、はい、この広がり矢印に変わるんですよね。はい、でこ,こ,ここを掴んでやって、こういうふうに、はい、大きさを変えてやると。無音部分をなくしてやって、はい で、このように、ね、グリッドに勝負ボタンというのをこう,う,うに押すんですね。で、そうすると、えっ、ー、と、今度小説の頭とかね、白の頭とかっていう、えー、ところに、えー、イベントが入りつくようになるので、こういうふうにつかんでやって、ここに合わせてやると。で、これで、えー、5小説の頭に、えー、ファイルがくっつきましたので、今度はこういうふうに、はい、テンポを変えてやっても、はい、頭がずれないで済む という具合になるんですよ、はいでえー、ところがですね、えーと、このやり方は、この曲がね、たまたま前奏がドア玉から始まってるので、このやり方でも通用するんですけど、えー、と曲によってはアーフタクトで始まったりあのすることもあるわけじゃないですか。はい、でそれに、えーと、今ね、目で見てエディットしてるんですよね。はい、でも音楽を作る時っていうのは 目で見てエディットをして、はい、おしまいっていやり方じゃダメなんですよ。音を聞いて、音を頼りにエディットするっていう方法でないとダメなんですよね。はい。なので、えっと、まあ、その、音でちゃんとエディットできて、で、しかも、あの、すべての曲にね、えー、通用するやり方っていうのがありますので、それを紹介しますけど、えっと、まずはですね、えー、A、メルの頭を探すんですよ。で、えー、あの、前奏はね、まずドラムが入ってない。 ことが多いんですよね、はい、でも A メールの頭まで来れば必ずドラ,ドラムが入っているのでドラムが入っている方がビートが分かりやすいので、えー、とまずは A メールの頭を探すんですよはいここが A、えー、メールの頭ですよね、はい、でそしたら、えー、と何をするかというと A、えー、メールの頭で、えー、この再生を止めます 今これで A メロの頭で再生が止まった状態になってますね、はい。で、そしたらどうするかっていうと、えっと、この音声ファイルのとこにね、えっと、マウスポイント持ってってやって右クリックします。はい、でそうするとですね、えっと、スナップポイントをカーソル位置に設定っていうモードがあるんですね。はい、で、このカーソル位置っていうのは何かっていうと、この今、この再生が止まってるね、あのこの線のこと、これがカーソル位置になります。はいあのー えー、その、なんだ、ダウによってはね、えーと、再生ヘッドっていうふう言い方する時もあるし、えーと、そのソフトによって呼び方は様々なんですけど、キューベスの場合は、この,あの曲のね、現在位置のことを、えー、プロジェクトカーソルっていうふうに言うんですよ、はいで。そのプロジェクトカーソルが今止まってる位置にスナップポイントを設定するってことを、はい、やってやるんですね。はい、でそうすると、えー、どうなるかっていうと、はいえー、とこのね、今、 このスナップポイントっていうのはこうなんですけど、ここにね、線が入ってるんですよねで。で、そしたらこの A メロ頭の部分にスナップポイントを設定したので、このグリッドに沿うボタンっていうのがね、えっと、オンになってれば、このスナップポイントに、えー、が、えー、こうに移動してるってね、はい、あのグリッドに沿ってね、はい、移動させてやることができるんですよね。はい、で、これで、えー、と重症説明の頭に A メロの頭が合ってる状態。 になってるわけです、はい、でそしたらどう,しどうするかというとさっきと同じようにね、はい、この、えー、イベントの左下に行ってやってこの、えー、広げり矢印にしてやってこの10節頭までこういうふうにあのイベントを縮めてやると。 これね、もう一回使うとここにあのに広げてやれば、元に戻りますので、一時的にこのプロジェクト、このイベントのサイズを変化させてるだけに過ぎないので、こういうふうにやってやります。こうすると、11小節頭が A メロ頭になっていて、で、これでテンポをね、こうやって書いうう変えても、ずれなくて済むと。はいということなんですよね。で、ここまで来たら、えっと、いよいよこのカラオケのテンポと、キューベスのテンポを合わせていきます。 でやり方なんですけどまず11小節目頭しますよねで1小節再生して止めますはいで今ね、えー、1小節で止めたんですけどまず12にたどり着いてないところで、えー、と止まってますよねと、はい、いうことは、えー、とカラオケのテンポよりもキューベースのテンポの方が遅いんですよ、はい、なのでキューベースのテンポをこう早めてやります、はい、でまた同じことやりますね で今ね、一小節で止めたんですけど、えっと、まだ、えっと、10人届いてないところで止まってますよね。はい。ってことは、まだカラオケのテンポの方が、キュービスのテンポよりも早いんですよね。はい。なので、またこういうふうに、えっと、キュービスのテンポを上げてやります。で、また同じことやります。で、一小節で止めます。はい。で、今度はですね、合ってますよね。はい。で、これはね、えっと、大体合ってるってことってあります。これで。はい。だけど、微妙には違うんですよね。はい。 なので、えー、とこのね曲の始まりの部分では合っているように見えるんですけど微妙に違いがあると曲が進んでいくうちにその、えー、と一小節前にその微妙な誤差が重なっていって、えー、と後ろの方になってくるとあのずれてくるんですよね。はい、なので、えー、とそれをねあの修正するためにずれように聞いてきます。わかりますかねだんだんずれてきてますよね。 という感じで、えーとね、今度はですね、えー、キューベースのテンポの方がちょっと早いんですよね。なので、また、えー、1、えー、減らしてみます。はい、で、また再生します、ねはい、また合ってますけど、だんだんずいてきますよね。はい、クリックの方が速くなってますよね。はい、なので、まだキューベースの方がテンポが速い,、はい。なので、またあの1減らします。 来ません、ねはい。ずれてきません。はい、ちょっと先聞きますね。はい、ずれてませんね。はい、またもっと先を聞きますね。ずれてませんね。はい。ということは、はい、いくら先に進んでもずれてない。はい。 ということは、これで、えーと、このキューベルの店舗と、えー、カラオケの店舗が今合ってる状態っていうことなんですよね。はい、つまり、えーと、このカラオケの店舗っていうのは、えー、158だったんだっていうことがこれで判明するわけです。そしたら、えー、次に何をするかっていうと、えー、この、えー、オーディオイベントをですね、このサンプルエディタっていうのをここに開いてやって、 そうするとですね、ここにですね、このオーディオイベントの展望の設定というのをするパラメータがあるんですよ。で、ここをえと今判明した158というふうに、ここにしてあります。そうするとね、自動で計算して小説数も変わるんですけど、ー,ーベースのですねえとその付属している、例えばその音声ファイル、うん、みたいなものっていうのは、実はですね、その えと音声ファイルの、えー、テンポと、あとそれから、えー、何分の何秒しか、それから何小節かっていうのが、えー、とあの記録されてるものなんですよね。はい、でただですねこれ、この音声ファイル僕は僕が自分で作ったものなんですね、はい。なのでそれが記録されてないんですよね、はい。だからそれを打ち込んでやるっていうことをするんです。はい、で、えー、さらにですね、えー、とここに、えー、と音符のマークのアイコンがあるんですけど、これね、ミュージカルモードっていう。 あのをオンにするスイッチなんですけど、これをえはいここにオンにしてあります。で、これで、あとは、さっきのね、のこの前奏の部分を、こういうふに元に戻してやりますよね。はい。で、これで何ができてるかっていうと、今度はですね、このえーオーディオファイルはえとミュージカルモードになってるんです。なので、まあこう,うテンポを出しますよね。で、キューベスのとこでこういうにテンポを変えてやるとですね、 このようにあの音声ファイルがストレッチされて、はい、テンポを遅くすると、今度音声ファイルもあの遅く再生されるということができるんですよあ。もっと遅くしてみましょうか。はい、こんな感じですね。はい、という感じで、えー、とこれで、えー、キューベースと,、えー、とカラオケの、はい、音声が、えー、とテンポが同期 しているっているるとう、はい、状態を作ることがでできたわけですさら、はい、にですね、ここにね、えーと、今、ここに情報ラインというのがあるんですけど、えーと、ここに今ね、ミュージカルモードになってる、なってないというのはここでもね、こういうふうに切り替えることができました、はい。切り替えればまたね、このオリジナルの音声ファイルのテンポで再生されるし、えー、とこのオンにすると、9別のテンポを変えると、それに合わせて、えー、再生スピードが変わるっていうふうなことができる。あとはですね、ここに胃腸っていうのがあるんですよ、はい。これで、えーとまあ、例えばね、えー 2ってやるとこれで前を上がります。はい下げることももちろんできますね。はいマイナス6ってやるとはい,はいこんな感じで、はいこれでねマカラオケのようにまあ自由にテンポを変えることもできる、と自由に移調もできるっていうはいえ状態がえ作ることができたわけです。はいというわけでえ以上でね、え。ー カララオケの、えー、とトラックは、えーえー、完成になりますね、はいえー、歌取りがね、えー、終わったんですけども、えー、次にですね、えー、いよいよバリオーディオを使って、えー、歌をね修正していくんですけども、えー、まずはですね、えー、サンプルエディタコに開いてやってでこの左側のね、えー、とバリオーディオっていうあのメニューがあるんですよね、はい、でこれを開いてやってこの バリオーディオ編集っていうい書いてあるところのボタンをこういううに押してあります。そうするとですね、自動で解析が始まりまして、音程ごとにあのセグメントっていう、呼ばれるそのブロックをね作ってくれるんですよ、編集するための。はい、で,できましたね。そうするとね、こういうふうになってるんですよね。この出だしのね、ネミレドジラっていうメロディーなんですけど、これが。 えっとレミレドシーラというふうに、こういうふうに、その音程に分けて、このブロックを作ってくれるんですね。で、このバリオーディオというのは何ができるかというと、まず、一つは、音程を修正することができる。二つ目は、リズムを修正することができる。三つ目は、フォルマントというねあの音色をね、 変えるることができるそれから、あとは、ボリュームを変えることができる。と、はい、いう、あの、4つのね、あの、機能があるんですけども、えー、まずはですね、基本的な使い方を説明しますね。はい、で、えっ、ー、とね、このセグメントのね、真ん中辺に、えー、マウスポイントを持ってくると、えっ、ー、と、指の形になるんですよね。はい。で、これで、えっ、ー、と、マウスのボタンを押すと、はい、ここにね、えー、音声が再生されます。 でそれから、えー、とこの、えー、ボタンを押したまま上下に、えー、ドラッグしてやると、こ、ねねはいここにに、ね、音程を変えてやることができるんですよ、はい。こんな感じですね。はい、で次にです、ねえーと、このセグメントの、えー、と左端と右端、はい、こいううに、ね、持ってってやると,、えー、と、広げる矢印にアイコンが変化するんですよね。はい で、これで、マウスを押して、ドラッグしてやると、リズムを書いてやることができます。こういうふうに。いいはい、こんな感じですね。はい。で、えー、次にですね、えっとえー、音色なんですけど、ね、この、えっとね、この左側のメニューここに、ホルバンとシフトってう、はい、ここメーターがあるんじゃない。はい、でこれを書いてやると、とこれ元の音ですよね。ねここに書いてやると、 はい。声が変わりますよね。はい、ギャガーにすると、はい、こういうに声を変えることができるという機能ですね。であとはこれ、ボリュームがありますので、まあ、これを、まあ、こういうふうにボリュームを変えてやると、はい、こういうふうにね、ボリュームを変えてあげることができると、はい。で、この4つの機能を使って歌を修正していくわけなんですけども、えー、とまずはですね、えっと、一番最初にやることは、 えとこれらの修正ではなくて、このセグメントがね、正しく分けられてるかどうかっていうのをチェックする必要があります。全自動でね、のこのセグメントを作ってくれるんですけども、やっぱりね、完全ではないんですよね。ところどころ間違ってるところがあるので、一つ一つセグメントをねえと再生して、聞いていきながら、間違ってたらそれを修正するっていう作業をしてやらなきゃならないんですよ、は。い でまずはね、えーと、それをやっていきたいと思うんですけども、曲の頭からお尻までやると、えーとまあ、1時間ぐらい、えー、下手するとそれ以上あの時間がかかってしまうんですよね。はい、なので、まあえー、とりあえずね、その作業のやり方をあの説明するために、A メロだけ、えー、やってみたいと思います。はい、で、えー、やり方はですね、こうやって一つずつ聞いていくんですね。はいでここはね ほなほな,ほなってなってるじゃないですか。はい。で、えっ、ー、と、これの直し方なんですけど、えっ、ー、と、このね、ちょっとアップしようか。えっ、ー、と、ちょっとアップしますね。はい。で、こういうふうにやってやると、えっ、ー、とね、ここにね、一本線があるんですよ、線が。で、えっ、ー、と、この真ん中のあたりの線を見ると、これ、ハサミになってるんですよ。で、左側の端と右,端右側の端に行くと、ノリになるんですね。で、左側の端のノリで、こうやってクリックすると、えっ、ー、と、前のセグメントとくっつく。 アンドしますね、はい、で右側ののりをこういうふうにやると、後ろのセグメントで、ね、くっつくっていうふうに、はい、なってるんですよね。はい、で、えーと、このハサミの部分でやると、えー、ここに、えー、ちょん切ることができると。あいいですか、はい、そ,そしたら、えーとね、このね、ここら辺で、えー、と切りたいんですよね。はい、なので、えーと、前のセグメントとここにくっつけてやって、でその切りたいところで、この辺かなあこいに切ってやると。 ねはい、これで、<ど>と、ね、な、と、なっいうふうになりましたよね。はい、このようにして、えーその、なんていうかな、自動でやって、失敗してる部分を、の、えー、りとハサミを使って修正していくという作業をねあの、どんどんやっていくんですよ。はい、これもね,、えー、っとね、2つに分かれる必要がないので、ひの、ひの、ひのってなってますよね。はい でこれ、えー、と全部くっつけちゃって、どこで切ればいいのかな<波>のはい、こんな感じで。<波>ので、ひとなみのっていうふうになりましたよね、はい。で、こういう作業を最後までやっていくんですけど、ただですね、ものすごく神経質に、えー、と細かくやっていくと、もう1時間どころじゃ進まないんですよね。はい、完璧にセグメントを開けようとしたら、 もう2時間、3時間というふうにあの作業の時間がかかってもおかしくないのであの、なんとなくでいいんですよね。完璧じゃなくていいから、えーとまあ、これでいいかなというやつはもうそ、そのまま放っておいて、どんどん先に進んでいくっていうあのやり方してかないくので、切りがないんですねまあ違、はい。これはね、違って2つですよね、明らかに。なので、これは切らなきゃだめ。はい違 これたタラってなってるからやっぱちょっと直していく方がいいかもしれないはいこ,に、はい、こんな感じですねこれねイーてなってるので、えー、とシャクってるんでおあので音が2つなんですよね、はい、なので分けた方がいいはいこんな感じで大丈夫ですねはいこのぐらいはねいい、まあ、無視して先いきます はいこれはちょっとですねくっつけましょうねくっつけますねはいこんな感じですねはい、はい、いいでしょうビブラートですねアッアッーうんブわうわブ,ブぶわってなってますかねはい ちょっと直しましょうかね。直ってないな。この辺かな、うん、えっ、ー、とですね、えー、今ね、ここの,この部分、ここの部分っていうのは、音あるんだけど、こセグメントは切れてますよね、はい。ここはですね、音程がはっきりしなくて、えー、とキューベスが、ね、自動で えと音を認識でできななかった部分なんですよね、はい、でここは、ね、セグメントがつかないんですよ。はい、なので、このセグメントをね、えっと、広げてやるってことをしてやらなきゃならないんですよね。で、やり方なんですけども、えーとですね、この広げるアイコンになって、えっと、これを、ね、このまま動かしてしまうとリズムが変わってしまうんですけど、アルトを押しながら、えー、やると、アルトを押すと、ね、あのアイコンが変わるんですよね。はい、でこれでビギリコーンで引き伸ばしてやると、えっと セグメントが引き伸ばされると、はい、いうことができるんですよ。はい、で、こうやってやって、そのキューベースが認識し損ねた場所は、えっと、そのセグメントを広げてやるっていう、えー、作業も必要になってきます。すはい、ここはね、くっつけちゃっていいですね。くっつけますね。 です。です。です。これかな。です。うん、と、もう一回やり直しますね。です。つ。つと。うん。くっつけますね。つと。つと。この辺かな。つ。と。はい。ひひうん。 こういうふうにねやり始めちゃうとちょっと時間がかかるはいのではいこんな感じですねあんまりこだわりすぎない方がいいですね どの後でねやり直すこともできるのでどの群れはいの群れごめ、うんこれかなおっとの群れの群れの群れの はいこんな感じで A メロまで終わりましたねというやり方で糊とハサミを使ってセグメントを修正してやるという作業を最初にやってやりますはいというわけでねセグメント全部チェックし終わりましたので次の工程に行きたいと思いますねで次はピッチをね調整していきたいと思うんですけどもこの ここにですね、ピッチスナップモードっていうのがあるんですよね。で、これで絶対ソートオフトっていうね選べるんですけど、この絶対にすると、ピッチがですねあのきっちりこういうに決めることがで,すできるんですね。ピッピッピッ。グリッドにそぶっていう感じですね。で、これで最低してみると、ピートの。という感じで、えっと、 まあ不自然だねあの。ピッチが合いすぎてる。合いすぎてるんだけど、その合ってるピッチの間は、えーお、やっぱりピッチが揺らいでるから、なんとなくね、その人工的な感じがしてしまう。はい、ので、えっとね、あまりおすすめしないですね。はい、まあ、物によるんですけどねあの、すごい上手い人だったら、この絶対モードを使ってね、あのやった方が、えー クオリティが高くなることもあるのかもしれないですけどもはいあの僕はあの下手くそなのでまあこ,のこのねえオフっていうボードでねやりたいと思います。これだとねこう微妙に上げるってことができるんですよね。だからこの音をえっと音程が低いのでもっともう少しこう微妙にはいこういううに上げてやる。はいこんな感じですね。これもちょっと低いのでこういううに上げてやる。 これもね、低いですね。ずいぶん低いので、こんな感じですね。いいこれも低いんですよね。いいあ、こんな感じですかね。いいあ動かすとね、音が出るのね。ノー。ノあ、こんな感じですね。いい <laughs> うん、とね。この音がちょっと高かじる 人並みの,人並みのはいこんな感じですねはいもう簡単ですよねこういう感じで、えーとえー、セグメントを、えー、と上下に、えー、動かしながら、えー、と自分の好きな音程に変えていくという、えー、ことをやっていけばいいわけです「間違くれたら」はいこれもね「シードレドラファミード」から「間違くれたら」 あこれがずいぶん低いですよねや。やっ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 マチーくるこれも低いんですね。間違くれがくたらラーファービレレッレッレレ だ。だ。だ。こんな感じかな。うん。まがくれたら。ひめき。うん。まがくれたら。ひろ。うん。これ最後変えない方が良かったの。もう一回戻して。うん。まがくれたら。ひめき。めきいい。どれどらどしいい

どう,だどうだからずいぶん低いんだけどちょっと上げましょうか、うんうん。やっぱ上げる必要はないですね。たたちちはい 風たちは運ぶわあ。弾くんですよね。ちょっと上げましょうか、ね。やっぱりやっぱりこの高いあの音域の部分が上がりきってないということが多いですね。風たちは運ぶわ。はい、いいでしょうね。カラスと人々の群れ。シ白いドラファミ。としらだ。 ラスとびうん悪いですね音んとに水分<え>ちょっと高い高いねこれは。はい、すとひとびうん。とひとびなんか音ん悪く聞こえないな。とひとび。 ちょっと低くして。はいいいでしょうねえこんな感じでまあえとえピッチをえ調整してやるってこと最後までやっていきたいと思います。はい、ピッチの修正が完了したんですけども。 えと次にですね、リズムをね、修正していきたいんですけども、リズムはですね、そんなに数が多くないので、事前にね、リズムの悪いところっていうのをあの調べてありますので、それに従って修正していきたいと思いますね。まず44小節頭なんですけども、ここがね、ちょっとね、食ってるんですよね。なので、こ,このタイミング後ろにしたいんですよ。ただ、 えとここをね、つまんこう後ろにやってやると、後ろにタイミングがずれるんですけれども、動かないですね。い,いくらね、リズム修正ができると言っても、限界があるんですよね。なので、こういった場合はですね、ここにポッチがあるんですよ。これをですね、こういうふうに動かしてやると。こんな感じで。これで後ろにずれます。 ちょっとねあの、キューベスのね、まだ使って2ヶ月も経ってないということなんで、ね、仕組みがよく分かってないんですけど、あのテンポをね、この取るときに、ここに、えー、なんですかね、このタイムストリッチっていうのをしてるんですけど、それの目安、えー、になる、えー、とポイントがこれなんですよね。はい、なので、えーと、これを重修正してやらないと、えー、ともうこれ以上動けないよこれ以上前にも倒せない。 はい、あるいは、これ以上後ろに倒さないっていうときは、えー、とこの、えー、なんていうんですか、えー、ワープタブっていうのを、えー、と動かして、えーと、修正してやる、えー、必要があるってことですね。はい、だからこれはですね、ここから、これで0.99って書いてある1ですよね、ここの間1。で、ここは1.06になって、ここを0.92にしているっていうことなんですよね。で、でえー、とストレッチして、えー、とその小説を 合わせるみたいなことを多分内部的にしてるんだと思います。はいえっ、ー、とねな、それでどうしたんだっけな。はい。ちょもうちょっとあの送ってもいいかな。ああこんな感じですか。はい。距離の中にある行動。はいはい はい、次はね、47小節目なんですけど、これが遅いのかな遅く感じますよね。はい。なので、えー、前にずらしてやると。こんな感じですかね。うん、これもちょっと遅いのかな鳥の中にあるコード。こっから遅いですね。こんな感じかな。 どの群れ恋をしたのあなたの鳥の中にある行動恋をしたのあなたの,のはい次67首説目アコブは当たり前を変えながらアコブは当たり前を変えながら全体的に遅いってことですねアコブは当たり前を少しずつ ここから少しずつ前にずらしますでここがずいぶん遅れてるねこんな感じかなエコード・ラー・アタリ・マちょっと自然なので修正しますコード・ラー・アタリ・マー・

つか見えなくなるものそれはそばにはい、こんなもんでしょうはい、次、えー、86君の中にうん思い出して君のここがちょっと、あと前に出すぎてるって感じですかね、はい思い,い出して君の中にあるものでしょねはい、次、えの。録音ボタンしてしまったはい恋をした 恋をしたのあなたのうん。デューコードコイヨシうん。90が全体的に少し、えー、遅れてるって感じかな。なのでデこーコーしたイヨこ,こ,こっからずらしましょう、前にね。こんぐらいかな。恋をしたのあなた 遅いですね。はい。恋をしたのあなた。恋をしたのあなた、うん。恋をしたのあなた。恋をしたのあなた。 最後132小節「君のの」うん「距離の中にあるこど、ね」う「君の中にあるもの」「距離の中にあるこど」「君の中にある

ど距離の中にある行動うど、ん、ー。どりどなたにありうかうどー。どー。どー。どうどー。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 ある行 これがうまだ、まだ細いですね。うん。一応合ってるように聞こえる。うん聞こえないな、やっぱり。 鳥の中にあるコード恋をしたのあなたの <laughs> はいという感じで、えー、リズムの、ね、タイミングを修正するってことやりました。 はいえー、最後にですね、えー、音色を変えるってことをやるんですけども、えー、とこれはですねあのそんなにあの自由にあの変化させることができるわけじゃないんですね。はい、でなので、まあ、でもねあのこだわるともうすごいあの時間がかかってしまうエディットになるので、えー、とファーストコーラスのね、えー、とサビだけ、えー、とちょっとあのやり方だけ説明するために、えー、いじってみたいと思いまますね、えー、とまず聞きますね。 胸の中にあるものいつか見えなくなるはい、ここですね、このここのね、これがね、この音色が気に入らないんですよ。はいで、どうするかっていうと、まあこれをね、選択して、まあ、このホールバントっていうのを変えてやると、声が変わるんですけど、はいで、えー、まあだからといってね、すごい声を変えて、その声を よくするってことまではできないので目立たないような音にしてやるわけですうんで、えー、ボリュームをねここに下げてやるともうちょっと下げた方がいい こんな感じかな、はい、で、そうすると目立たなくなるので下手くそなのが気にならないとうんちょっと待ってねこのぐらいの音色の方がいいかちょっとボリューム差がありすぎるから戻しますね これぐらいだったら大丈夫かなつかななくなるさああと通り過ぎたいんですよね。はい、で、えっ、ー、とね、ちょっとしょうがないので、えー、と前後のボリュームを少し上げましょうか。つかみえなくなるものつかみえなくなるもの。 いつか見えなくなるものこれ撮ったらかないつか見えなくなるもの,ななるものそれはそばにいるこれまで、ね、ちょっとそれはそばにいることいつも思い出してき これがですね、えー、のっぺりした音色になっちゃってるんですよね。はいだから少し特徴をつけてやる。こんな感じかな、はい、違い分かりますかねちょっと戻してみる。はいね、こういう感じなのを。 こういう音色にしてやるってことですね。い出して君の中にあるもの。<何>君の中にある。これもダメですね。これもえっとちょっと。い出して君の中にある。うん。少しボリュームが落ち落ち込んでる感じしますかね。君の中にある。 もっと上げていい君の中にあるああでこぼこしましたね。君の中にあるちょっと音程も上げてやればいいのか。君の中にある、うん、ダメだな、ダメですね。君の中にある君の中にある。君の中にある じゃあちょっと逆の発音にしましょうか、はい。ボリューム下げましょう。目立たなければいいね。気にならないからね。音楽ってどんどん過ぎていってしまうものなので。君の中にあるもの,の。思い出して君の中にあるもの。距離の中にある行動。恋をしたのはな これもですね、結局、あれだな、ボリュームをちょっと下げてやるということがいいみたいですね。恋をしたのあなたの、指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ、はい。まあ、こんな感じでしょうかね。えーとまあえー、とのっぺりした、ね、音色になっちゃってるときは、このホールマンと右にシフトして。 少し特徴をつけてやるとで目立たせたくないときはホルマントをえっと左にずらしてやって目立たない音色にしてやってであとはえっとその気にならないようにしたいときはボリュームを下げてやるであるいはその自然じゃないときはその前後のボリュームを少し上げたりとかして調整してやったりとかしてえっと気にならないようにえっと加工してやるという感じですかね。音色を完全に変えるってことはでできないので、はい で音楽ってねどん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 過ぎていってしまうものなので、えーまあ、そういうふうに目立たないように、えー、エディットしてやるってことが、えー、とできるんですよね。はいえー、というわけで、えー、ボーカルの修正はね、えー、以上になります。でこのっ、えー、とはミックスをしていくわけなんですけども、えー、とミックスの過程はですね、えー 1> 第1回の動画で紹介してますのでやり方知りたいよっていう人はそちらの動画をご覧くださいというわけで今回はバリオールを使ってボーカルのトラックを修正するってことをやってみましたそれでは次回をお楽しみに